ネルケと伝説の錬金術師たち、新たな大地のアトリエ、さあ始めましょう。グランツワイトの賢者、それはこの国に伝わる偉人の伝承。かつてグランツバイトの賢者は不思議な力で人々を助けて回りました。その力はやがて錬金術と呼ばれるようになり、今日まで人々の生活を支えています。賢者が生み出し残したといわれる賢者の遺物は今もなお世界各地に眠っています。遺物を探し出し研究をすること、それはこの国において重要な仕事の一つなのでした。その伝承にある場所の一つがこのヴェストヴァルト村というわけね。すごくのどかな村ですね、ネルケ様。本当に何もないところ。ここから発展させるのは至難の業ね。ここに来るまでに資料を確認したけれど、実際に見ると思った以上ね。これは時間がかかりそうだわ。ネルケ様、でも私はやり遂げてみせるわ。この村のためにこの場所を発展させてみせる。それだけじゃない、もし賢者の遺物が見つかればこの世界の役に立つわ。錬金術が使えなくても私は自分の仕事も夢もどちらも両立してみせる。その息です、ネルケ様。ミスティはどこまでもお供いたします。ありがとうミスティ、付き合わせることになっちゃって。何をおっしゃるのですか。私はネルケ様のメイドです。主人についていくのが私の役目、いえ生きがいですから。あなたが一緒なら心強いわ。光栄です。さあ村に行きましょうかミスティ。はい、お供しますネルケ様。私はネルケ・フォン・リュシターム。貴族の出身で数日前に王都にある学院を卒業したばかりです。賢者に憧れて錬金術師になろうと思ったこともあったけれど、才能がなかった私は役人になるつもりでいました。しかし卒業する直前に賢者の新しい記録が発見され、ここヴェストヴァルト村に遺物があるかもしれないと分かったのです。ヴェストヴァルト村は父が領主を務める村という縁もあり、担当管理官としてこの村に赴任することができました。ただ遺物探しだけに力を入れるわけにはいきません。私は貴族、民のために働く義務があります。ヴェストヴァルト村は自然豊かな未開拓の地ですが、前々から交易拠点の候補として挙げられていました。そのため私は王都を出ることに反対する父と約束し、きちんと発展させることを条件にこの村に来ました。厳しい条件だけど絶対に諦めない。必ずこの場所で成果を出してみせる。
そんな決意を胸にこの場所にやってきたのでした。まずは村長さんに挨拶をしないと。村長様に？ですが、今日からここを管理されるのはネルケ様ですよね。まあね。でも村長さんは住民の皆さんの取りまとめ役なの。管理官は異動もあるから住民側で代表を立ててもらっているのよ。なるほど、そういうことでございましたか。すいません、あんたがネルケ様ですかい？はい、そうですが、あなたは？申し遅れやした。あっしはこの村の長を務めとりやす、クノスと言いやす。ベストバルト村へようこそ。遠近く年下のお嬢さんに若さを褒められるとは。すみません。ただ村長さんというともっとこう、私が上の方を想像していましたので。確かに前は親父が村長をしとったんですが、さっさと足に役目を押し付けて楽隠居しやがったんで。その上今は世界を旅してるんです。悠々自適な老後なんぞ過ごしてやがるんでさ。そうですか。ご苦労なさっているのですね。ああ、いや、村のみんなが協力してくれてるおかげでなんとかやっていけてやす。課題があって大変だと思いやすが、精一杯お力になりやす。課題ですか？一体何のお話でしょうか？おや、聞いてないんですかい？つい先日領主様から早馬で来たんでさ、期間ごとに課題を出してそれが達成できなかったら別の担当管理官に変更になるって。なんですかその話、聞いてませんよ。おそらくですが、ネルケ様が早く戻られるよう仕組まれたのではないかと。領主様はネルゲ様と離れることをすごく寂しがっておられましたから。しかも早馬で来たということは、私が王都を出た後に決めた条件ってことよね。ああ、もうこれじゃ約束が違うわよ。確かに少々釈然としませんが、従うほかありません。担当管理官の任命権は領主様がお持ちですから。村についていきなりこんなことになるなんて。また何か追加で来なければいいけど。まあまあまあ、今日はもうお屋敷へ行きましょう。長旅でお疲れじゃねえですかい。まずは旅の疲れを取って明日から頑張りましょう。そうですね、ありがとうございます。このさん、気を取り直して頑張っていかないと。それじゃ案内をお願いします。はい、お任せください。
ここがお二人に住んでいただくお屋敷でさ。わー、すごく立派なお屋敷ですね。領主様直々に視察に来られることもあるからと、昔の大工たちが気合を入れたそうでさ。そうでしたか。さあ、今日はもうゆっくりお休みください。ありがとうございます、クノスさん。これからよろしくお願いします。へい、それじゃ、足はこれで。ネルケ様、建物内の確認が終わりました。どうやら危険物はないようです。あ、いつの間に。相変わらずすごい手際ね。メイドたるもの、主人の住居の安らぎを確保するのは当然です。ネルケ様の身の回りのことはすべて私にお任せください。ありがとう、これからも頼りにしているわ。それじゃ中に入りましょうか。ああ、やっと一息つけるわ。今日はお疲れ様でした、ネルケ様。ここまで長旅でしたものね。それを言うならミスティもでしょ。きっと私よりも大変だったでしょうに。この程度何の問題もありません。それよりどうでしたか、実際にこの村に来ての印象は。なんとも。まだどんな人がいるかも分かってないからね。それもそうですね、失礼しました。それにしてもお父様にも困ったものね。後出しで条件を追加してくるなんて。そういえば課題というのは結局どういうものだったのですか。詳細は書いてなかったわ。とりあえず期間内に目標を達成しておけばいいみたい。なるほど。では当面はその目標に向かってお仕事を進めることになりそうですね。ええ、さ、話はこれくらいにしましょう。明日からのために今日はもう休まないとね。かしこまりました。ネルケ様、よく眠れましたか。ええ、おかげさまでね。それは良かったです。本日のお仕事はいかがなさいますか。まずはクノスさんに会いに行きましょう。村で採れるものとか、辺りの環境とかを聞きたいの。これからどうやって村を発展させていくのか考えるためにもね。確かに村の周辺にあるものを使って発展させていくのは賢いやり方ですね。でしょ。あと人材についても知っておきたいわね。もし優秀な技術者や錬金術師がいたら発展の助けになるもの。なるほど。ですがさすがに錬金術師は厳しいのではないですか。優秀な錬金術師なんて低くてあまたでしょうからね。それはそうなんだけど、やっぱり錬金術師は必要だと思うの。求められている規模までこの村を発展させるには普通のやり方だけじゃ難しいもの。それに賢者の遺物を探し出すにはいつかきっとその力が必要になってくるわ。そうでございますね。何名か雇用できればいいのですが。そ
そのためにもクノスさんから情報を聞かないと。さあここで話してても仕方ないし、早速クノスさんのところへ行きましょう。かしこまりました。すぐに準備いたします。こんにちは。ありがてえ。Thank you.
この区画を確認しましょう。どの建物を建てましょうか。どなたにお願いしますか？こいつでどうだい？なかなかに立派なもんだろう。わあ、かわいいお店。ここで働くの楽しみになっちゃうわ。この短期間でこれだけのものを作るなんて本当にすごいです、ハゲルさん。これぐらいお安いご用よ。まあ、こういったことなら俺に任しときな。ありがとうございます。これからも頼りにしますね、ハゲルさん。それじゃあ今日はこれくらいにしましょうか。そんなに根を詰めてもいいことはねえですから。パメラも
今すぐ店の準備をしたそうにしてやすしね。あら、バレちゃった？お気遣いありがとう。それじゃあ、今日はこれで。皆さん、引き続きよろしくお願いします。どうや、任せて。頑張ってたくさんいるわよ。へい、こちらこそよろしくお願いします。さて、足も帰りやすかね。こんにちは。お疲れ様でした、ネルケ様。どうですか？初めてお仕事された感想は。まだ何とも言えないわね。今回のお仕事はほとんどハゲルさんたちにやってもらってただけだし。それに私は私で書類仕事になれるのに必死だったからね。うまくいきそうかどうかはもう少し先にならないとわからないわ。そうでございましたか。これは失礼いたしました。期限と言われて私も焦っていたようですでも仕事の勝手も分かってきたし、そろそろ本格的に動き出すとしましょうか。少しでも早く発展の目処を立てないと、賢者の遺物について調べることもできないものね。あら、お忘れではなかったんですね。ここに来てから話されないのでどうされたのかと思っていました。そんなわけないでしょ。そのために私はこの村に来たんだから。話してなかったのはまだその時期ではなかったからよ。どの道聞いたところで調べるための人材も揃っていないしね。せめて錬金術師がいればちょっとは状況も変わると思うんだけど。そうですね。しかし錬金術師がこの村に来るものでしょうか。来させるのよ。そのためにこの村を発展させるの。魅力的な場所にすれば錬金術師もきっと来てくれるわそうでございますね。で、だからこれからも頑張っていきましょう。ネルケ様失礼いたします。ご一緒いたします。
よし、はい。そうですね。さあ、しっかり調査しましょう。情報は大切ですからね。何か使えるものがあるといいのだけれど。よいしょ。上場の成果ですね。そうですね。ユウ。はあ？ありがとうございます。よし。この区画を確認しましょう。どれを建てようかしら。場所を選択しましょう。楽しみですね。どれを栽培いたしますか？どれを建てようかしら？どこに建てようかしら？建設を開始、栽培するものを決めましょう。どちらになさい？こちらの様子はいかがでしょうか？
ネルケ様、おはようございます。おはようございます、クノスさん。難しい顔をされていますが、どうしたんですか？実は変なものが見つかって、どうすればいいか悩んでいたんでさ。変なもの？これでさ。これは錬金釜じゃないですか！錬金釜？ネルケ様、これが何なのか分かるんですかね？ええ、これは錬金術師が調合するときに使う道具です。クノスさん、これはどこで見つかったんですか？昨日来た旅人が泊まってた部屋にあったんでさ。今朝方村を出ちまったんですが、どうも忘れていっちまったみたいで。その人、きっと錬金術師だったんだわ。惜しいことしちゃった。まだそう遠くには行ってないと思いやすがね。昨日の夜、近くの森を調べに来たって言ってやしたから。森の調査ですか？一体何のために？賢者の遺物を探すのが目的みたいでさ。それでまずは森を調べるって。賢者の遺物？クノスさん、遺物のことをご存知なのですか？ええ、おそらくグランツバイトの木のことだと思います。グランツバイトの木ですか？それがここにあるという賢者の遺物のことなんですね。あくまでこの村に伝わる伝説でさ、誰もその木を見た者はいやせん。ただ何十年かごとに光り輝く不思議な実が見つかることがあるんでさ。その実はとてつもなくうまくて、食べると力が湧いてくるとかなんとか。力が湧いてくる、そんな効果があるなら賢者の遺物に違いないはず。ネルケ様、錬金術師の方を追いかけましょう。村の発展、そして賢者の遺物を探るには錬金術師が必要なのでしょう？そうね、協力を得られないか話をしてみましょう。それではすぐに装備の準備をいたします。ちょっと待った。お二人だけで向かうのは危険です。大丈夫です。これでも剣の腕には自信がありますし、魔物を倒したこともあります。ネルケ様を傷つける者は排除するのみです。ご心配には及びません。そうは言っても、もう分かりやした。じゃあ足もついていきます。念のためお聞きしますが、戦闘の経験は？この近くにはよく狩りに行くんで、そこそこありやす。それに足がいりゃ道に迷うことはありやせんぜ。それなら心強いですね。急いで向かいましょう。ここまで来てもいないということは、もっと奥の方に進んだみたいですね。ネルケ様、せっかくですし、使えそうなものを拾いながら進みませんか？そうね、建設資材に錬金術の素材、いろいろ使えるものがあるかもしれないもんね。はい、これだけ自然豊かなので、きっと何か見つかるかと思いますよ。錬金術の素材ですかい？この辺りには普通の草しか見当たりませんが。そんなことはありません。例えばそうですね、この植物は回復薬や中和剤の材料になります。こんな草がですか？それに
こちらの鉱石はフラムなどの爆弾の材料になりますよ。この石ころもですか？あの、つかぬことをお伺いしますが、今までヴェストヴァルト村では錬金術の素材は取り扱っていなかったのでしょうか？そうですね、こういうもんを必要としてたのは行商人くらいでさ。それに使えるって分かってても錬金術師が村にいなけりゃ意味がねえにしてもネルケ様は詳しいですな。王都の学院ではそういうことも勉強するんですかい？ええ、あらゆる学問の基礎知識を一通り習うんです。自分には扱えないものでもその骨子と使い道を知ることは重要ですから。指示を出す立場になる以上、知らないことは何もないくらいじゃなきゃ務まりません。はあ、なるほど。やっぱり貴族様はすごいんですな。確かにネルケ様は勉強熱心ですが、錬金術関連の分野は少し詳しすぎるくらいですね。いいでしょう、役に立っているのだから。それに私が錬金術に興味を持っていたのも知っているでしょ。おや、そうなんですかい？何か思い入れでも？ええ、私は伝説の賢者に憧れて錬金術に興味を持ち始めたんです。残念ながら才能がなくて錬金術を使うことはできなかったんですけど、人々を幸せにするというのは貴族としての責務にも重なること、だから賢者のような生き方を目標にしているんです。なるほど、そうでしたか。それじゃあここでの仕事や調査も夢の一つというわけですかい？ええ、まだまだ仕事は始まったばかりですけど、少しでも私の知識をお役に立てたいと思っています。それだけ熱心に努力してるんですから、ネルケ様ならきっとその夢も叶えられやすよ。ありがとうございます、クノスさん。そういうわけなので、わからないことは私に聞いてくださいね。素材になるものはバッチリ把握してますから。わかりました、気になるものがあったら確認しやす。お願いしますね。それじゃあ奥に進みましょうか。必要なものは取っておきますので、ご指示をお願いしますね。拾います。どんどん進みましょう。疲れやした。 あれは魔物ですな。ネルケ様、ええ、ミスティ、クノスさん、行きましょう。全力で行きやすぜ。Thank you.
片付きましたな。大したことなかったわね。お疲れ様でした、ネルケ様。はあ、お二人ともやりやすな。まさかここまでとは思いやせんでした。私も幼い頃から訓練しているので多少の心得はあるんですよ。いざという時は自分で自分の身を守る必要がありますからね。なるほど、そうでしたか。しかしさっきの魔物たち様子が変でしたな。えらい慌ててるように感じやしたが。言われてみれば。ですが飢えているようにも見えませんでした。では何かから逃げてきたとか。なあ、ネルケ様、お下がりください。こいつはなかなかの大物でさ。待てー。あれは行けー。え、なっ、ネルケ様。このマリー様から逃げようなんて100年早い。って、あれ、村長さん、どうしたの？あんた、いきなりなんてもん投げんだ。あれは何なんだ一体。マリー特製フラムだよ。いや、見たことない魔物だったから素材が欲しくてさ、戦いを挑んだんだけど逃げられそうになったんだ。で、絶対逃がさないよ、私のとっておきを使ったってわけ。そうか、さっきの魔物たちが慌ててたのはあんたの仕業だったんか。そそ、で村長さんたちはどうしてこんなところに。後ろの子たちは誰。ああ、あんた釜を忘れてっただろう。それを伝えに来たのさ。あ、そういえば照合するときに出したままだったかも。照合ということはやはりあなたは錬金術師なのですね。うん、そうだけど、あなたは。私はネルケと申します。ベストバルト村の領主の娘で、この度管理官として赴任しました。私はネルケ様のメイド、ミスティです。どうぞお見知りおきを。え、貴族様なの。これはご丁寧にどうも。私はマルローネと言います。マリーって呼んでください。マリーさんですね。マリーさんは旅をなさっているんですか。いろんな世界を知るために旅をしてて。ネルケさんたちはどうしてここに。はい、あなたに会いに来たんです。実はマリーさんにお願いしたいことがあって。お願いですか。お聞きしたところによると、マリーさんはグランツバイトの木について調べていたんですよね。はい、どこにあるのかわからない不思議な木って面白そうだなと思って。せっかくだからいろいろと情報を集めて、なんとかいけないか考えてるんです。そうでしたか。提案なんですけど、よろしければ
しばらくヴェストバルト村に住みませんか？この近くに拠点があれば調査もしやすいと思うんです。え、それはありがたいですけど、いいんですか？もちろんです。村でアトリエを開いていただければどんなに嬉しいことか。アトリエを？はい、ヴェストバルト村はこれから大きく発展をしていきます。土地を開拓し、施設を建て、規模を拡大したいのです。そのために錬金術師であるあなたのお力を借りたいのです。村にアトリエ、私の錬金術で大丈夫かな？はい、私たちにはマリーさんが必要なんです。それに村が大きくなれば人が増えて、木の調査もやりやすくなるかもしれませんよ。なるほど、一理あるかも。わかりました。それじゃあしばらくお世話になります。本当ですか？もちろん。木の調査もそうだけど、村の発展に関わる機会なんてなかなかないし、ぜひともやってみたいです。この近くって珍しいものも多いから、もっとたくさん調べてみたいって思ってましたしね。ありがとうございます。それじゃあよろしくお願いしますね。え、こちらこそ。よかったですね、ネルケ様。それじゃあ村に戻りましょう。そろそろ作業も終わっとるはずです。あ、マリーさん、どうしました？あ、ネルケさん、先に戻っててもらえます？ちょっと準備をしたくって。わかりました、お待ちしてますね。はい。さてと、後で合流できるように伝言をお願いしに行くとしますか。それにしても賢者の遺物か。これから面白いことになりそうだね。こんな人材をスカウトしてくるなんてやり手だな、ジョーちゃん。いえいえ、すごいのは私じゃなくてマリーさんですよ。それにしても錬金術ってそんなものまで作れるんですか？あれ、こっちにはそういう道具ないんですか？こっち、私が知っている限りではないです。ネルケ様がご存じないのですから、ないと言って差し支えないかと。こっちだと道具も違うのかな。それじゃあ道具を作るときはネルケさんに指示してもらいましょうか。え、私がですか？はい、村の発展はネルケさん主導で進めるんだから、ネルケさんが欲しいものを作るのがいいと思うんです。それにほら、先入観がない方が面白い発想するかもしれないし。なるほど、試しにやってみてもいいかもしれませんね。じゃあ早速、まずどういうものが欲しいですか？そうですね、そうだ、え、そうですね、
よし、ありがとうございます。この辺りはどうなっているのかしら。建てるものを考えなくては。場所を選択しましょう。これで決まりね。どれを移動しましょう。どこに移動しようかしら。この場所にしましょう。どこに移動しましょう。ここにするわ。